ソ連の火力は世界一いいと最近思っている。どうも皆さんペペシペです。BR6.7 のソ連車両を乗って君もイベントを逆に進めよう。やあやあマリサだぜ。今回は昔はそこそこ強かった T34-100 を使っていこうかと思うよ。なんで1デスしてんだよ。オブジェクト268でオラオラしてたら、側面からカーナボンに横から抜かれてワンパンされたよ。走行過信しすぎなんだよ。ピエン。で、赤字を出さないための車両として持ってきている。T34-100 もなかなか強いから動画にしようかと思っての。ってことは T34-100 で暴れ散らかしたってことだな。もちろんです。プロですか。いや何のプロだよ。ちなみに今回はフルボトムでの戦場なのでトップは 7.7 デッシュ。生きた心地がしない。ってことでこいつのスペックをドーン。区画が3度までしかないので本当マップを選ぶ車両って感じ。四方は100ミリ砲なので122ミリ砲に比べたらリロードも早く、最短で 11.5 秒まで縮められるよ。100ミリ砲はなんだかんだ122ミリ砲より強いから扱いやすいよな。ちょうどいい策略用と交換鉄だから扱いやすさはあるね。でも敵がイギリスな時点でワンパンしなければ打ち負けるんだけどね。あっちはリロード速度お化けだからな。さて、そんなこと言っていたらちょうどよくセンチュリオンが空港側にいるな。おお、気持ちいい。確かにワンパンは可能だな。というか、フルボトムでワンパンできないと死ぬしかないじゃないってなる。赤いちょびひげと契約して魔法バイアスになってよ。そしてオートラが走り込んでますね。射撃音に変な声混ぜるのやめてもらえますか。 A 拠点周りに敵がいるけどどこにおるんやろか。うお、M60 が乱射していると思ったらセンチュリオンおるやんけ。はい、そのままバックしてねー。OK、他に敵はいるかな。奥からオートラが顔出してきてるな。こっちには気がついていないから様子見るかな。それより空港側に敵がいないかだけ確認しておくかの。FV-4005 がいることは確認できたな。あれはまだ狙えないから放置でいいかな。よし、さっきのオートラが A 拠点内に入ったから倒しちゃうかの。ふっふ、やはり側面向けているな。よし、砲塔内の弾薬庫狙っちゃうかの。大概のオートラは弾薬満載だから砲塔内にも弾薬積んでいるから、ワンパンする時の狙い目ではあるな。さて、さっきいた FV-4.5 は他の味方が倒してくれたんだけど、お、あんなところにチャリオペアがおるやん。分隊の注意目標で印つけておいたで。これはリスキューしようとしている感じかな。出てきたところを倒す感じやね。おかげで空港側の道が通れんわ。おい、片付けておいたで。で、A 拠点が取られているからちょっと引いて様子見るかの。今のところ空港側からは敵が来る様子はなさそうだな。で、なんでリタイ切られてんだよ。復讐絶対するマンから航空機でリタイ切られちゃった。で、パンパカ機関砲の音がうるさいけど敵かな。かなり近くで発射音はするな。ああ、A 拠点内にいたのね。というか前線が崩壊しまくって詰めれないな。そうなんだよねー。拠点も死角になる場所が多いから、拠点取りに行ったら返り討ちになりそうだから行くに行けないっていう。おっと、後ろにいた味方がラーテルに倒されたな。あいつは足が速い車両だからな。と思ったら私のこと無視してどこ行くねん。気が疲れないってかわいそうなのか幸運なのかわからねえやつだな。ほんまそれや。うおー、地面に助けてくれねんすー。え、後ろに敵抜けとるんかい。というか、もう地上にいる味方ほとんどいないですぜ。ここまで私は気が疲れなかったのね。戦場で影が薄すぎるんとちゃいますか。戦場から勝手にフェードアウトするやつやん。仕方ないからタイガーさん倒した M47 倒しに行きますかね。仕方ないんじゃなくてキルが欲しいんだろ。が、頑張ればタケタキル取れそうじゃん。キル取る前に戦闘に勝とうね。お、センチュリオンおるねー。先にセンチュリオン倒してから M47 って感じかな。一両倒したとしても、もう一両に気が疲れたら終わるぞ。ああ、ちょっと行かないでくれ。OK、これで8キルだ。ふふ、なんか変な汗が出てきた。どんだけ緊張してんだよ。フルボトムでこれだけキル取っていると震えるよね。さて、さっきいた M47 はどこ行ったかな。あ、こっち来た瞬間に倒しておきましたよ。んじゃ、戻るとしますかな。さて、A 拠点前のタンク周りに隠れて様子見るとするかの。この場所はフェンスが視界を遮ったりするから、意外にバレなかったりするんだよな。そしてチャリオペア倒したけど、お前こっちの位置把握してたな。これは場所移動した方が良さそうかもな。だね、じゃあ移動するかの。前線に結風さんが来たけど FV4202 に倒されたけどこっち来ないんだよな。多分回り込むように移動してくるかもしれないです。いや、めっちゃ回り込むように来てるやんけ。さて、こっちの存在に気づいているかいないか。よっしゃー、気がついてない。2桁キル来たこれ。フルボトムで10キルはちょっとやってるなーって思うわ。その後結風さんが拠点を取りに来たけど空爆され。じゃあ、拠点取っている時の空爆マジやめろ。そして拠点を取ってチケット切れで逆転勝利しました。ってことで T34-100 を使ったけど、立ち回り次第でフルボトムでも対応は可能やね。でもこれなら BR0.3 上がった T34-100 を使ってもいいんでね。むしろそれが無難だよ。ダメじゃねえか。
私はこの車両半額セール化で買って使わず放置していて、オブジェクト268のついでに使っていた感じ。開発とお金稼ぎにはちょうどいい車体って感じかな。まあそうね、ミドル、ボトムなら敵は軽装甲になるから、こいつの100ミリもいい感じではある。てことで今回はここまで。また見たい、楽しいと思ったらチャンネル登録お願いいたします。さよなら。